おはようございます。6月15日木曜日です。三経名を読んでです。今日の三経名は東京の新劇、六本木にある新劇場の閉館のことについて書いてあります。六本木新劇場は日本の新劇の歴史を刻んできた劇場です。しかし2025年に閉館することが決まりました。この劇場は千田是也という演出家が中心となって、俳優座の創立10周年を記念して1954年に建てられました。当時は六本木で一番高い建物で、屋上からはなんと東京湾が見えたということです。その当時最新の設備を備えた劇場は海の見える劇場として呼ばれました。ここでは阿部公房や三島由紀夫などの作品が初演され、遠野英二郎や東山千恵子、中田井達也や加藤剛などの名優が舞台に立ちました。戦後の新劇ブームを牽引する役割を果たしていました。1980年には現在の9階建てのビルに建て替えられました。その後も様々な劇団や団体が公演を行い、多くの観客を集めました。しかし老朽化や収入の悪化などの理由で2025年に閉館することになりました。約70年間初代からの歴史に幕を下ろすことになる六本木新劇場はどこへ行くのでしょうか。新劇とは歌舞伎などに比べて新しい劇ということで新劇と言われておりましたけど、新劇も今や死語になっております。劇はあんまり見ないですけど、どうなることでしょうか。以上です。